Hi, I'm Gogo Shinichi. 本日はですね、こちらの DD タープ 4m×4m を使ってですね、トンネルテント張りの設営方法の解説をやっていきたいと思います。まずトンネルテントなんですが、こちらの DD タープで果たしてできるのかっていう、まずそこからなんですけども、僕はですね、ホームセンターに行くのが好きで、いつもまあ買うものがなくてもホームセンターでいろいろ道具を眺めることが好きなんですが、そこでですね、塩ビパイプって言ってですね、結構しなる塩ビのパイプ、長いやつですね、それとまあ結構それをですね、接続するパーツみたいなのもいろんな形のものがありまして、これはトンネルテントのフレームにですね、使えないかなと思って今回設営方法をやってみましたので、見ていただければと思います。それではどうぞ。今回使用する道具なんですが、まずこちらが DD タープの 4m×4m ですね。でこちらがアクセサリーコードで 10m のものです。こちらはですね、ガイドロープって言って自分で作ったんですが、ペグとペグの間隔を決めるときに使うガイドロープになります。あとペグはですね、全部でですね、10本使うんですが、4本はですね、このようなしっかりとした長い太い、長くて太いものがいいかと思います。でペグハンマーですね。でこちらがホームセンターで買った塩ビパイプなんですけども、このような形でこうしなるんですよね。結構一番細いものです。でこちらがですね、2メートルの長さのものが 1,2,3,4,5 本あります。でこちらはですね、 T の字になってるんですけども、こちらのこの先端にこうセットすることができるんですが、こちらをですね、2つはですね、このような形で何もついてないもので、4つはですね、あらかじめこのようにロープの輪っかをですね、つけております。これが4セットですね。 1,2,3,4 セットあります。まずはですね、ペグを4箇所打っていきます。初めに使うペグはですね、こちらの太い長いやつですね、のものを4箇所セットしていきます。でこちらが入り口で、奥側が後ろ側になるんですけども、まず入り口の幅がですね、220センチで、奥行きが260になります。でもうガイドロープはですね、その長さにですね、ちょうど合うような形にしてますので、それでセットしていきます。まず入り口ですね、まず片側を決めていきます。はじめの4箇所のペグはですね、比較的もうまっすぐ打ってもらっていいと思います。でこちら220センチのところにちゃんと輪っかができるようになってますので、こういう形で打っていきます。で220センチの間隔で、今度はですね、奥行きですね、はい、このような形で260センチのところにペグ打ちしていきます。であと1箇所ですね、まあ大体でいいんでですね、あとはもうこのペグの間隔を見てですね、ちょうどこう直角になる場所で、次はですね、こちらのですね、塩ビのパイプをですね、連結していきます。でこちら4本ですね。で1本はですね、こちらはもう端にまず置いときます。でこちらの T の字の連結するものを真ん中にこういうふうにつけます。でしっかりグッと押さえて、こういう形で連結します。でこちらの両サイドにですね、こちらの輪っかとなるものをセットしていきます。こちらはペグが最終的にはつくところになりますので、こういう状態ですね。で両サイドで、こちらの反対側にも、もうあらかじめこちらのパーツをですね、こういうふうにもうしっかりつけておきます。このような形でセットした、こちらの端にこういう感じで輪っかがついているところを
手前のペグにこのような形でセットしますね。でそのままグーと反対側をこういう形で持ってきます。すごいしなるんですよね。でそのままこちらに引っ掛けていきます。そうするとこういう感じで入り口のアーチができますね。で一回これを寝かせておきます。で今度後ろ側のこちらのポールをですね、同じくこういう形でセットしていきます。はい、こういう形でですね。でここからですね、残りのこちらの塩ビのポールがありますので、こちらをセットしていきます。グッと。で手前側もですね、グッと。はい、こういうような状態ですね。はい、いかがでしょうか。この段階ではですね、こういう形でまだ倒れますので、ここからまあロープをセットしていくんですが、ひとまずこういうような状態ですね。でここからですね、まあ一旦倒しておきます。でロープをですねセットしていきます。こちらのですね10メーターのロープを使って、こちらの枠組みをですねしっかり立ち上げていきます。まずはですね、入り口側の正面からやっていきます。片側にですね、オーバーハンドノットで輪っかを作ってですね、しっかりセットして、こちらを立ち上げていきます。はい、でここですね、結び方はですね、特にちょっとまだ僕決まってないんですけども、まあ、しっかりとこう固定されるように何周かですねこう巻いときます。まあ、こういう方向とこちらの方向にもしっかり巻いておいて、これが取れないようにですね。でペグをセットした後に、こちらの角の三つ角になっているところをロープでぐるぐる巻きにして反対側に持っていく。でこちら側ですね。で同じくこちらもしっかりとこちらのポールの付け根を巻いていきます。はい、でこの段階でしっかり引っ張って下の方にペグダウンしていきます。このような形でですね、後ろ側になるんですけども、ロープがこのように下にですね、ペグダウンをこちらにやっていきます。でこちらのフレームが綺麗な形になるかをしっかり確認してやっていきます。で余ったですね、ロープこういう形で折り返したものがこれがあるんですけども、こちらはですね、後からまた重要になってきますので、これはこのぐらい残っててもいいです。テントのですね、ポールがですね完成しました。このような形でですね、理想の形はですね、少しハの字になっているとですね、横にスーッとこう広がっていきますのでいいかなと思います。だいぶもうトンネルの形になってきましたね。で、すいません、最初にですね、今回使う道具の紹介で抜けてた部分があったんですが、カラビナですねをこちらにプルジクという結び方でセットしますので、こちらの道具も必要になってきます。じゃあこちらセットしますね。はい、こちらに1箇所と反対側にも1箇所ですね。
2箇所ですね、両サイドにプルージックという結び方でカラビナをセットしたら、ようやくここでですね、タープを引っ掛けるんですが、今回ですね、インナーテントもですね、同時にセットしていこうかなと思います。インナーテントはですね、こちらのですね、バンドックさんのですね、ソロドームのインナーテントになります。こちらをですね、ちょうどこのアーチの形にピタッとこれ収まりますので、こちらにこのような感じで配置していこうかと思います。で、タープを引っ掛けていきます。タープをかぶせてですね、このような形でですね、両サイドですね、プル軸で突っ張ってます。で、こちらの角からですね、まずペグ打ちしていくんですが、タープのですね、角から一つ目のところをペグダウン。このような形で両サイドやります。こういう感じですね。タープの角から一箇所目のところをペグダウンします。で、最初にですね、ロープセットした時のこの余ったロープ折り返した部分があるかと思うんですが、こちらをですね、ここの輪っかとこういう状態ですね。で、反対側全く同じ場所をですね、こういう形で絞り上げていきます。そうするとこちらがこう集まってきますので、こちらを結んでおきます。ここは2ハーフヒッチがいいかなと思います。はい、そうするとこのような形でですね、後ろ側はですね、こう絞り込むような形でクローズすることができます。入り口側はですね、同じくこちらのプルージックをこうしっかり引っ張って突っ張ってですね、で、左右をテイクダウンしていきます。で、入り口はもうもともとセットしたペグと同じ位置ぐらいにですね、ペグダウンしていきます。こういうような感じですね。はい、こういう感じになります。で、反対側ですね。はい、このような形です。ちょっと今日結構風がですね、強いんですよね。で、結構やっぱり風で煽られますので、もしあれだったらですね、この端もですね、しっかりとペグダウンして多めにですね、ペグ打ちするといいかと思います。完成しましたので、周りをぐるっと見ていきましょう。こちらが正面ですね。こんな感じ、中はこういう形になってます。で、この感じでプルージックという結び方でカラビナでこういう中心は引っ張ってます。で、ペグダウンしてサイドはこんな感じですね。で、後ろ側はこんな感じで絞り込んでます。はい、こういうような感じですね。もう少しなんかいい方法があるような気がしてますが、まあ一応このような形でですね、絞り込んでますので、雨もですね、こういう下にこう下がっていくかと思いますので、中に入ってこないかなと思います。横から見るとこういうような状態ですね。とにかくこれはまあ44使ってるっていうのもあるんですけども、かなり広いですね。じゃあ中に入っていきます。はい、こういう形でですね、インナーテントをセットしてます。その前もですね、かなり広いんでですね、こちらの空間でまた椅子だとか配置して、まあ、テーブルだとかもですね、配置してなんか料理を作ったりすることもできるんじゃないかなと思います。以上がですね、こちらのDD タープの 4m×4m を使って設営するトンネルテント張りの紹介でした。こちらはですね、ホームセンターだとかでもですね、簡単に用意できる塩ビのですね、パイプを使って作ってみたんですけども、まあこちらは加工しやすいものですし、結構安く揃える道具なので、まあこの張り方もそうですし、いろんな張り方のフレームにですね、活用できるんじゃないかなと思います。それではまた僕の動画でお会いしましょう。